信長は長篠の戦いで武田を完膚なきまでに粉砕。もはや天下で彼に対抗できる者はただ一人となった。越後の龍上杉謙信。長篠の戦いの後、謙信は上洛準備を始める。天正5年、ついに上杉軍は上洛を開始。そしてこの機を見計らって久秀が反旗を翻す。久秀は死に参上に籠城し、信長の軍勢を待ち受けた。今度こそ信長の、いや天下の運命を奪うために。反逆の将、松永久秀の乱。敵上に単身乗り込むとはどういうつもりだ。さては我が輩と一緒に背こうというのか。やはり貴様も信長を信じられなくなったか。いいえ、信長様に対する忠義はいささかも揺らぎません。ああ、我が輩の周りはそんな奴らばっかり。江戸川である。久秀殿、今降伏すれば信長様もきっと許してくださ。もういい。許されるのはもうたくさんだ。帰って信長に伝えろ。もう一度許すと言ったら我が輩は自爆してやるとな。悪党はお好きかね。いらっしゃいませ。お買い得品があります。毎度ありがとう、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 毎度ありがとうございます。毎度ありがとう、毎度ありがとうございます。毎度ありがとう、毎度ありがとう、毎度ありがとうございます。毒のある奴もお好きかな。おお、宗盛、心の友よ。我が輩の味方はやはりお主だけよ。柳生は松永殿にはお世話になってるからね。でも信長に背くなんて思い切ったね。これまでも何度も背いてきた。その度に許すで片付けられてきたのだ。金に閉じ込める、穴に落とす、鉄砲を詰まらせる、どれもチンケで古典的ないたずらだよね。チンケっていうな。どれも今一歩のところまで行ったのだ。で、ついには本格的な謀反と。今度こそうまくいくといいね。この戦、我が輩が勝てば悪の勝利、我が輩が負けても、今度こそ信長は我が輩を許すまい。すなわち、どう転んでも我が輩の勝ちだ。信長はすでに我が輩の術中よ。
信長様に逆らうことは許され、謀反人松永久秀を討ち殺し、信長のもと指揮を執るのは光秀か。まずは東に陣取る早津を狙え。信長を楽しませに。はいはい、敗北条件を説明します。バカの息子が、息子の久道が死んだら終わりです。天皇大罪、液晶打ち取ったり、余裕の
剣は天下の剣だもの。当然さ。圧倒生産。失態を犯した光秀に代わり指揮を取れ。そんなに恨んじゃいや。秀吉、貴様の弱点は知っておるぞ。貴様も優しい。こんなに開門。久秀のやつ、おいつ様を狙っとる。院長の指揮役にやっとれば運命だ。戦を指揮すべき者が残酷行動に出たぞ。織田の将どもも戸惑ってやる。ここは俺たち軍師が頑張るしかないっしょ。開門。モズメを投入する。久秀の増長もこれまで。主の不手際を軍師が挽回する。やっとおぞましき主従愛。上杉君はまだか。我が戦力だけでは信長は仕留められる。しっかり旧友の操り剣心だけでも呼び寄せてくれるか。打ち取りたい。
自分の身を自分で守ってみせます。ご愁傷様。軍師だ、最後に教えてやろう。頭脳とは悪事を生み出すためにあり。やるか。見よ、織田の将兵よ。軍神上杉謙信が松永の加勢に参ったぞ。どこからどう見ても天使、褒めねばならないぞ。はい、愚か者どもがつられおったわ。行くぞ。持参した分は無働きで返すのだ。様々な関係を弄すも戦力差は埋めがたい。しかも信長が行く。あの剣心にあまり近づかれるとバレる。接近する前に背後から撃ってしまえ。心中なんだが大丈夫かい。何か無双な兵法役に立ったぞね。さすが心中なんだが大丈夫かい。良いな。怪我人は知る上で手間を奪う。諸君、言いたかったかね。
くさつが心情なんだが大丈夫かい。ヤクオジさん、信長は打てずじまいか。どうするのかな、松永殿。こうなったら派手に自爆してやるわ。さすれば運命は我が輩の手の中のままよ。ただで助かるのが嫌ならば、そのつまらぬ茶釜一個、代償にもらってやる。断る。この茶釜も、運命も、我が輩のものだ。背き切れぬ。無価値。みんな死んでいく。私は一体どうすれば。